はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクウッをやっていこうと思います。はい、ということでですね、ただいまね、ガチで緊急で動画を回しているんですが、私のですね、公演を見てください。なんと100万公演、たまっちゃってまーす。ってことで、ついにね、僕、 近作のですね、えー、極地にたたどり着きましたこれが僕の答えですはいちょっとね、えー、詳しく過去の戦績見ていきたいんですがこれ見てほしいまずはね1戦目40万レイド叩き出しました、えーまあ、こんな感じでね、えー、テレビ局の風作、えー、破壊したんですが、えー、続いてですね2戦目、えー、なんとこちらも46万レイドってことで こんな感じでですね、えー、破壊させてもらいました。テレビ局のね、えー、封鎖区。この MCX を使ったね、テレビ局封鎖破壊が、マジでお金貯まります。はい。本当に。面白いぐらい貯まるんですよ。この2戦だけでね、100万公演貯まってしまったわけですよね。で、一戦ですね、僕あの、100万公演、逃してます。100万レイドいったかなっていうね、えー、まあ、試合があったんですけれども、えー、2人に詰められて、無事 GG と、 いうことで、えー、ちょっとね、えー、ま、それが、ま、あもし成功してたら、1時間半で200万貯めることができていたんですよ。いや、非常にもったいない。いや、本当にね、これやばいです。この MCX、テレビ局適正が、かなりあるんですよね。今ね、えー、ま、諸事情により、僕は、あの、ソロでしかね、プレイできないですが、 え、ちょっとこのね、ソロでしか、あの、戦えないってことで、やっぱ立ち入り禁止はね、結構きついんですよ、やっぱり。でも、あの、風作になるとね、えー、結構敵が甘えてきていて、まあ、装備を甘えるっていうよりかは、弾を甘えてくるんですよ。4層貫通弾にね、甘える敵がかなりね、あの、増えますので、えー、5装備を着ていればね、基本的には、まあ、負けないということで、えー、さらにね、えー、この武器ですね、MCX が優秀すぎる。 え今回作ってきたね、えー、ガチの金作 MCX はこちらこれです皆さんこれが答えですいやまあ金作っていうとね、えー、皆さん、まあ、あのイメージするのが、まあ、しょっぱい装備にしょっぱい武器おいおいおいこんがりこんなの金作じゃねえよとガチレイドじゃねえかってね言われるかもしれないんですけれどもガチレイドをガチでやるのが いいいっちゃん効率いいのよ結局しょっぱい装備でね回しても大事な局面で勝てなかったらそれも金策じゃないんですよ時間の無駄で僕がねたどり着いた答えっていうのが MCX を使ってテレビ局風作を破壊するっていう寸法さ今回ねあの僕がね詰める球は M995 弾ではなく A1 弾ですねなんでかっていうと高いから M995 弾を金策に使うバカタレはいないでしょう A1 弾ね 今、一発ね、300円ぐらいで、えー、買えますから、えー、かなりね、えー、コスパが高いと、めちゃめちゃね、あの使いやすい球になってますので、えー、皆さんですね、あのー、ぜひね、A1 弾で、えー、顔面をね、えー、狙っていただきたい。相手がね、5装備つけてたとしても、まあ、基本的には、あの顔面をね、狙えば、まあ、バイザーとかに当たればね、えー、まあ全然、あのしばけますので、もう5装備とかに当たった場合は、もう頭です。そこに切り替えてほしい。 まあ、基本的には、まあ、動体で、まあ、もちろんいいんですが、まあ、その瞬時の判断ができるかできないか、まあ、そこはですね、えー、まあ、あの、ちょっと場数を踏んでいただいて、まあ、ちょっとあの、訓練するしかないですね。やっぱり経験値を積まないと、まあ、どんなね、え、金策も、えー、行えませんから、ね、最強金策なんてものは、この世にありません。えー、ただ、 え、テレビ局のね、え、風作、え、かなり再現性高いです。なんでかっていうと、え、さっきも言った通り敵がね、え、弾、甘えてくるから、え、互換通にしてこないです、基本的に。え、そこがですね、狙い目で、ご装備で、え、この MCX を使うことによって、マジで稼げるっていうところをね、え、今回お見せしたいと思います。レッツはい、ということでね、え、早速射撃場の方にやってまいりました。まずはね、ノンリコイル、ブワーこんな感じ。 いや、この MCX もね、マジでバグ。まあ、正直ね、えー、ま、MCX はま、勢力通過なんで、余裕がある人はね、もっとあの強いカスタムにしていただいても、まあ、全然いいんですが、まあ、僕はですね、えー、ちょっと勢力通過ももうね、枯渇寸前なので、えー、ま、今回こんな感じでやってます。で、まあ、ちょっとこのね、5層に対して、ま、切る速遅いんですけど、まあ、大体ですね、 えー、敵がつけてるのはこのね、えー、まあ、僕がよく使ってた、え、ヘルメット、AN95 ですので、えー、こういった敵に関しては、バイザー当てれば、勝ちですね。はい。まあ、基本的にもうバイザー狙ってあげれば、まあ、A1 打で貫けるんで、まあ、胴体じゃなくて、えー、しっかりね、えー、このヘルメットが見えた瞬間に、頭を狙う意識、まあ、それをね、えー、徹底していただきたい。 敵のヘルメットの種類が判別した瞬間この胴体からしっかりこの上にねやってあげてもう頭を狙っていくもうそこはもうあの皆さんのね、えー、まあこの努力によって、えー、なされる技かなと乗り越えないといけない試練は、まあ、そこだけです、はい、あとはもう基本的にですね、えー、まあ胴体しばけば、まあ、解けますので、まあ、相手が解けるの先か自分が解けるの先かなんですけど、まあ、相手はね五、えー、貫通なんて、まあ、使ってこないので まあ基本的にはまあ僕がね、溶かすスピードの方が速いっていう寸法さ。はい、ということでね、えー、秒速2センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。おいおいおい、こんがり。お前、成功したレイド上げないで、全ロスしたレイドを上げる、それわざとだろうってね、思ってる方、違うんですよ。あのー、なんでね、これ成功してるかっていうと、喋らないから勝ててるんです。 喋ってたら多分負けてます。はい。なので、えー、今回勝てるかと言ったら、まあ、正直わからない。50-50、まあのところかなと。まあ、50%だと思うんですよね。これ勝つか負けるかは。喋ってるとね、えー、やっぱりあの基本的に、えー、敵のね、えー、足音全く聞こえませんし、でまあ、集中できないわけですよ。当たり前に。この FPS において、 喋るるってていいう声はですね、まあ、近畿とされてるぐらい、まあ、基本的には、まあ、味方にですね、情報を端的に伝える時ぐらいで、あとはね、えー、まあ、世間話なんてしてる人は、まあ、いないわけですよ。まあ、だから、まあ、これね、動画を撮るから負けるってわけ。うん。負けてるね、試合を厳選してるわけじゃないんですよ。これ逆ハイライトみたいなことやってないんで、僕は。いや、ちょっと本当にね、見せたいんですけど、なかなかね、まあ、厳しいんですよね。まあ、とりあえず、ここで湧いた時は、まあ、 一旦ね、ちょっと様子を見るというか、まあ、心拍タイムだけかましておきましょうか。ちょ、脇ポジがですね、まあ、すべて僕も理解できてるわけじゃないので、えー、ちょっとね、こっち側からまあ、敵が来ないかだけ、まあ、見ておいてあげて、で、なんか上にもいそうですが、これ上はスカちゃんですね。まあ、とりあえず、まあ、敵がですね、まあ、どっかから来るか、まあ、一旦ね、えー、落ち着いてやりましょうで。なんか扉開ける音とか聞こえてるんですが、まあ、一旦静かにやっていけばいいかなと、うん。 まあ、序盤はですね、まあ、そんな慌てる必要はない、本当に。序盤慌てたやつから死んでいくゲームなんで。えー、とりあえず、まずは、一回ちょっと時間潰すというか、ちょ、これおかしいな。あ、来てるかなんか来てるかもしんない。ちょっとこれさ、全然さ、銃声ならないじゃん。これおかしいんだよ。で今鳴ったじゃないですか。ここで鳴ったってことはいるね。そのさ、荷下ろしいますね。荷、まあ、下ろしにいるってことだけ、まあ、把握しておいて、 基本的にはまああのとりあえずゆっくりでゆっくりムーブが一番いいかな本当にここで焦っちゃいけねえかな本当マジで焦るなちょ僕はさもう一人しかいないからさ味方がいないんでちょマジで慎重にやっていくさあいるかこれいやいそうですな、ね、あ,あいるなそっちかあのこのねまあ倉庫エリアにいることは、まあ、ほぼ確でしょうね でまあ余裕があったらやっぱり鍵とかもさ、まあ、開けていきたいんだけどえ、なんかカモがやってきた。ありがとうございます。まずはカモ1枚撃破。これでさ、味方がね、まあ来そうなんですけど、なんでマックにそんなことやってるのと。はい、とりあえず投げておきます。ここでグレネード投下して、1回引く。ちょ、まじでさ、人数不利がね、最初っから、もう出来上がってしまってるので、えー、そこだけはね、気をつけておきましょう。これ敵にですね、まあ、グレを警戒させたことによって、 こいつやるなと思わせて。で、ここで一気に駆け上がっていく。いるかいや、いそうかなわかんねえな。ここもね、マジでゆっくりでいいと思う、僕は。ここマジで焦ったやつからさ、縛かれていくんで。とりあえず無視。ちょっとさ、マガズインディロードタイムだけかましておこうか。これなんか上登ってんな。上に登ってるやつありけりね。まあ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 。上に行く分にはね、許しましょう。近くに来ない分には全然さ、いいんだよな。 まあ、あとりあえず、こいつ意外と美味しそうなんだよ。アタッチメントとか。だから、ま、縛きたいんだけど、ちょ縛きはしないんだよね、さすがに。ここで縛けないと思うんだ。あ、いたいたいた、はいはいはい。お前マジか。ちょ待って待って待って。絶対縛けオッケーこれで、2キル目を。あとはこれをさ、2回繰り返せばいいだけだから、簡単でしょ、意外と。ちょ待って待って、来てる来てる来てる。危ない危ない危ないは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 い。はい、3枚目。対戦、ありがとうございます。 で、1枚さ、倉庫の上にいるから、まあ、こういうことなのよ、結局。分かったかな ?MCX が、めちゃめちゃ強いって言われる理由が。もうこれでさ、まあ、ひたすらに稼いでるんで、これやっときゃね、まあ、負けることはないですよ。で、なんか上行ってさ、開けたな。じゃあ僕もさ、ちょっとここでね、えー、見ていきましょうか。さあ、AKM の50連マガジンベージョン、やってきてしまった。ありがとうございます。さあ、 じゃ、PS 弾とかもしっかりと縛かせていただいて。まあ、3枚とりあえず漁りましょうかね。敵は残り1枚になってしまったから、ここね、えー、かなりまあ慎重に動いてくることが予想されるわけですよ。だからそういうところもね、しっかりと、まあ、敵のね精神状態もま分析していきましょうか。意外とちょっと今回ね、序盤からまあ戦闘を行ったので、もう弾がね、だいぶきついんですけれども、まあ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 、大丈夫でしょう。 ま、最悪ね。もうほんと最悪なんですけど。まあ、M855 弾に切り替わるのも、ま、あ仕方がないことなのかなと。あなんか飲んでんな。ちょ、待って待って待って。なんか飲んじゃってますね。いや、来てるな。待って待って。はいはいはい。はいはい。お前は、顔面芝っから。あ、待って待って待って。マジか。お前アップねえなんで別馬かよいや、やってやった。これめちゃめちゃうまい。一回引くか。 とりあえず引いて、準備する。なんで別パなのちょっとこれは予想外の出来事起きてしまいました。残り1枚かと思ったら、なんか2枚いたし、これは予想外でーす。さあ、だいぶなんかうまくいってますが、最高かこれ。いやみんな、こういうこと、ガチで、これなんよこれ。10回縛いでおくか。ちょっと待ってくるかもな、大丈夫か。じゃあ鎮痛剤パクパクタイムだけ決めておきますね、とりあえず。 いや、かなりうまくいってる。5装備もしばけてるからさ、もう正直ね、マジで、帰ってもいいところまで来てるんですよ。さあ、えー、ここで、もう5枚縛れちゃってるからね。めちゃめちゃ美味しい。ただ、別パだったってことも考えると、ちょっと怖いな、これな。ちょと,とりあえず、ここでね、えー、物資物色タイム入ります。さあ、AP 弾うますぎ案件んん。これはやばい。来た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 。ちょ待って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 。 マジでやめて。怖いな。この足ちょっと怖い。バックパックの中も一応見させてもらいましょうか。とりあえずな。なんか入ってるか。まあさすがに入ってないよねと。じゃあまあエナジーゾーリンコガブ飲みたいムだけはもらっておいて。ちょっとまたね、準備しましょうか。こうやってね、一回一回、まあ引くことをね、覚えたっていう。これが、やっぱり成長かなと。 じゃあまあ、この辺ちょっと縛いときましょうか。しっかりと。で、弾薬取り除きます。これも AP なんでしょう。完璧。で、マガジンはさすがにいらねえか。この50連マガジンは。しっかりと芝いてあげたいと思う。いや、素晴らしいね。初動からもうね、やりたいことやれたので。もうあとは、帰れるかどうかっていう。まあ、これだけでもさ、多分40万とかいったんじゃないかな。3試合連続、これ40万レイドあるぞ。 これマジで来ちゃってるわ。ちょっとりあえず玉まみれにしてあげて。んー、じゃあちょっと拾いに行きましょうか。大丈夫かこれ。こっち側怖いけどな。もういないかな。いやー大丈夫かこっち側。怖いんだよな。残りの敵がさ、いないとも限らないというか。ちょっとりあえず一回閉めてやって、芝くか。はい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 。 マックテンさほんと流行りすぎマックテン大人気ですなほんとにやばすぎ案件んん AP 弾かこれいや AP 弾持ってきてくれるのめちゃめちゃでかいんだけどやばいやばいみんな太っ腹だね AP 弾はさすがに草いやー来た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 完全勝利さあなんかそっち側でやってますが、えー、とりあえず無視してはい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 バックパックの中身もしっかりといただくぜ え、からの、え、じゃ、君もね、ちょっと物資拝借しましょうか。はいー。ゴヘルがうまい。で、GS2 に。で、MP5 ですか。なんでそんなにしょっぱい MP5 なのと、こっち側怖いぞ。足音怖すぎやんけん。大丈夫かなとりあえず。ちょ、一旦いいか。ちょ、あさらせてもらいまーす。はい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 。マガジンうますぎな。これまあ、圧縮かましましょうか。いや、めちゃめちゃうまい。 いや、マジでさ、風作ね、ほんとうまいんですよ。マジで風作だから、あの、敵がね、弱いとかはないんですよ。基本的に、なんで風作を選ぶかっていうと、五貫通がいないからなんだよね。五貫通はマジで少ないから、まあ、そこがですね、ま、あこのね、えー、金作の、まあ、鍵になるというか、肝になるというか、ま、あそういったところですね。ちょっとしっかりバックパック、えー、整理させていただいて、ちょっと、とりあえずこんな感じで、芝居ときましょうか。 いや、マジでうますぎ。ザムザム弾に AP 弾も詰まってるんで、もらっときましょうか。で、さらにはこいつもね、ちょっとしばけるってことでちょ、マジでしばく。はい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 。じゃあこの人もね、えー、最後にしばかせていただいて、ちょ帰りたいと思いますが、じゃあとりあえず、M855 弾しっかりと引っこ抜いて、さ、え、ら、ー、に引っこ抜いてあげましょうか。もうがっつり抜いていくんでね、すべて。あとはどうしよっかな。もう抜くもん抜いたからさ、 まあどうやって帰るかですよね。これいるかいないか大丈夫かここ。いるんかなちょ待って。一応さ、こっちね、クリアリングしていきましょうか。怖いんで。空いてるからな。ちょっと怖すぎ案件ですので、とりあえずね、クリアリングさせていただいて。ちょ待って、これどうしよっかな。いや、あとはこの2さばきさ、ワンチャン誰か開けてくんないかなっていう。そこにちょっとかけたいんですけど、いや、どうしよう。 いや、ほんとはまあ、荷さばき行きたいんですけど、怖いんだよな。あっち側の敵がさ、まあ、潜んでないとも限らないから、ちょっとね、なかなか行きづらい状況ではある。いや、マジでどうしよう、これ。えー、かなりね、こっからの選択肢が、えー、まあ、重要になってくるわけですが。ちょ、とりあえず、いや、どうしよう。あ、大丈夫か。いるか。いや、なんかワンチャン王道ゲリアなんかいる気がしてきた。やばいやばいやばい。いるいるいる。絶対いるわ。 登ってってたかいや恐ろしすぎここはスルーでしょうもう戦う意味がないからな正直もうこれ以上はねちょっと争う気はないんですよだから僕はここで動かざるごと山のごとしを一旦決め込んであげてちょっとこの敵がさ、まあ、どっか行ってくれることをね願いましょうか、まあ、どうせ物流エリアのねあのこの総合のところ行ってさまあ多分やり合うと思うんで いやー、ちょっと今さ、これね、やるのは、あんまりですな。でもこれ逆にさ、今ね、大道具エリアから倉庫エリア抜けて、物流エリア行ったので、これワンチャンまあるんだよな。あそこのスイッチちょっと押しに行きたいけど、でもまだいるな。ちょっとここはですね、まぁむやみに動けないというか、なんというか。いや、ここはもう絶対動かない。これマジで何もしない。いるわ。ワンチャン期間狩りに来か、これ。 いや、マジでこれ誰かがさ、荷さばき押してほしい。ほんとに。ちょっと頼むかな。こいつは何がしたいんだ、これ。ちょっとマジで好きやったらしばくわ。いやー、これきつくね、これ普通に。正門押すのきついですよね、これ。一人で。いやー、これどうしよっかな、マジで。いや、いるんだよな、物流。これさ、怖いわ。ちょ、絶対時間かけたほうがいい、ここは。絶対に。ほんとに。いや、スカちゃんだな。 そこにいるのスカちゃんですね。ただ、物流エリアは、これ人なんですわ。だから、ま、エレベーター方面行くのも危険だし。おいや、これ、正門の脱出地点が閉鎖どういうことあ、誰か一回押したのか。あうほどね。誰か帰ったんだったら、なおさら荷さばき開けてほしいな。さあ、再びですね、正門がですね、有効化されました。ちょマジで帰れ、さっさと。いや、普段だったらね、 こんなにくっさい帰り方はしないんですが、さすがに状況が状況ですわ、これ。いや、やってんないや、まじでさ、ショットガンワンチャン2機とかに縛かれたらもう発狂しちゃうよないやーちょっと動けないですよ、これは。ちょ、マジで。動いたら縛かれる未来しか見えない。ちょ、本当に誰か頼むからさ、荷さばき押してくれ。押せるだろうちょ、ほんと。 何をしてるのマジで押してくれよ。いや、もうこういう時にね、味方と組めないっていうのは本当にね、しんどいですよね。自分一人で全てやらないといけないですから、スイッチのね、押しから敵しばきから。ちょさすがにね、やること多すぎ案件です、これは。うわ、空腹やってきたわ。最悪だな、これ。まあ、エナジードリンクガブ飲みたいもあるんですが、 ちょっと今回ね、自前のエナジードリンクをガブ飲みタイムがないので、いや、ちょっとね、これミスですね、普通に。いや、エナジードリンクを使うんだったら、あの、水をね、ちょっと取りに行きたいんですけど、捨てたやつ。ただもう、動くことがですね、えー、非常に怖いという。一歩動いたら、命取りのところまで来てしまっている。ちょっとガチで。いや、絶対さ、これさ、いる気がするんだけど、気のせいか、これマジで。 いないそこ。なんか怪しいと思ってんの。ここにさ、いる気するんだけど。怖すぎる。んーまあ、隠れ続けるしかないよな、これは。ほんとに。ちょっとしんどいわ。この時間が一ちゃんしんどいわ、マジで。とりあえず、鎮痛剤ガブ飲みタイム、入ります。一旦な。 これですらちょっとね、命取りなんですけど、ま、あ一旦鎮痛入れとくわ。さあ、そして、えー、正面入り口の脱出地点が有効化、サードシーズン入りました。もうみんなそっちからしかさ、脱出しないような、これソロでさ、開ける勇気ってなかなかないと思うんですよ。だから、まあ、基本的にはパーティーのうちの一人がね、押して、まあ、一人待機みたいな感じでやってると思うので、いやー、これでさ、全般、 いなくなってくんねえかな本当にちょっと頼むからもうこれ以上しばいてもねあのー、正直バックパックの整理がめんどくさいので嫌なわけですよいやいるよな思いっきり正面いるんだよなこれマジでなんださっさと帰ってくんねえかちょっと頼むから何をしているのいつまでもさあ正門脱出地点が閉鎖されましたがちょっとマジで今回はねもう絶対に帰る 絶対に帰りたいから、めちゃめちゃ慎重になっている。さあ、上の方でもなんか来ましたよ、銃声。え、まだいんのか。いかつ。音がいかつすぎる。いや、いるんだわ、まだ全然。いっぱいいるわ。ちょ、ここらでね、エナジードリンクをガブ飲みたいのちょっと入れときます。さすがにな。ちょ、これは、あんまりね、音を出せないという判断をして、早めにちょっとね、これ音を出してあげて、 ちょ、マジで無音の世界を作ることに専念するわ。ちょ、もう本当にやめていただきたい。まだいるわ。2枚以上確定で残ってる。いや、だるすぎるな、これ。開けたね。そこ開いたね。いやー、階段いるんかないそうですよね。普通に登った先に。いや、どうしよう。マジで帰れない。ガチで帰れない、これ。 まだエレベーター残してるところがさ、非常に憎にく,くて、これ敵ワンチャンさ、エレベーターから帰ること狙ってるんじゃないかなって思うんですよね。いやー、めんどくっさ。めちゃめちゃめんどくさい。これは、だるい。ちょ、どうしよう、ほんと。いやー、これさ、一旦さ、926拾ってやって、ちょっとさ、これこっち側の影にね、落としておきましょうか、とりあえず。 目立つか。ここでも全然目立つな。まずいまずいまずい。ちょっとよくないよ。いや、目立つよな、これな。これ、俺が開けてさ、取られるパティーンが一番しょっぱいんですよ。だから嫌なんですけど。いや、どうしよう、これ。ばきに行った方がいいのかしら。ちょっとまだ時間はあるんでね。ちょっと待ちたいっちゃ待ちたいんですけど。 いや、マジで荷さばき開けてほしいんですけど、ほんとに。ちょっと頼むから。お願いだよ、もうそれぐらいやってくれたっていいじゃない。お互いにとってウィンウィンだけどな。僕は帰るし、えー、押した敵も、まあ、安全に帰れると僕が帰るんで。期間狩りなんてしませんよ、もう。こんだけ上手かったら。いやー、どうしよう、もうほんとにさ、悩ましい。これ。行くっきゃないんか。行くか、これ。 いや、もう絶対戦闘になることさ、目に見えてんだよな。これ以上の戦闘をしてさ、誰に得があるのと、誰にもないですよ。ほんと、マジで。ちょっと AKM のさ、弾だけ見ておくか。AKM のマガジンフルです。はい、ありがとうございます。まあ、PS 弾詰まってるってことなんですけど、いや、どうしよっかな。いや、マジで怖いわ。行くしかねえか、これ。 いやもうやだけど行くわもうこれ本当にもうしびれ切らすわここでちょっとさまだ残ってるのがね確定してるのが本当に嫌なんですけどもう行かざるを得ないわこれは行きますさあちょっとねガチでえ帰るためにですね頑張りましょうかいやまあ最悪もう一戦闘あるとね考えといた方がいいからマジでさあここら辺ちょっとしばかれてますがちょ怖すぎるって本当に どっかでさ、待ってたりしないよね。もう行くしかないわ。やるっきゃない。もうこれ全部自分でやらないといけないから。エナジードリンクがないのがね、これまた最悪なんですよ。まあ、あったらさ、エナジードリンクをね、2本分で、あそこまでたどり着くことができるので、まあちょっとね、心の余裕もあるんですけれども、いや、これないからね、もう絶対さ、敵がね、走ってきたら追いつかれちゃうんだよな。怖いねー。 いや、マジで嫌ですね、ほんとに。ちょ、もう、ここいるね、ほんと。まずはそこから。いなさそうか。いないな。はい、オッケー。えー、じゃあスイッチオンにします。もう、こうなったら、もう行くしかないから。僕のバックがさ、あさられる可能性とかも考慮しないといけないから。ちょ、ここはですね、もうしょうがないわ。で、今聞こえてたさ、この足音何これスカちゃんか。はい、じゃあ無視します。このスカちゃんほんとに無視。ダルすぎやんけんちょ、やめてね、ほんと。撃つのだけはやめて。ちょ、ダメだって、それ。 やばいやばいやばい。ちょ、大丈夫かちょ、ここさ、回復入れまーす。これ回復巻きながら歩いてあげて、残りは7分。で、えー、ちょっと来るかなわかんないけど、もう来れないだろ、さすがに。これ勝ったろはい、勝ちましたえー、そしてこれ最後に拾って、はいーこういうことこれが計算され尽くした、僕のムーブ。はい、ということでですね、本日の最終結果は、こっちねえええ ええ31万円安全勝利ってことで、いやーマジでさ、AP 弾だけで7万2000いくの何これめっちゃうまかったわ、弾が。はいいやーちょっと今回ね、一回もあさってはないんですけれども、まあ、敵をね、縛えー、た物資だけで、えー、30万超えました。まあ、敵依存にはなってしまったので、まあ、あの敵のね、えー、ちょっとまあ防具がしょっぱかったり、えー、したから、 少し伸び悩んでしまったっていうのはあるんですけれども、まあ、それにしてもね、MCX が強すぎて、まあ、コントラクター5枚の撃破ですか。やばすぎる。いや、マジで、これさ、あの、本当に MCX なんですよ、テレビ局っていうのは。で、まあ、何度もね、言ってる通り、あの、風作っていうのは、五貫通をね、使ってくる敵が、えまあ、極端に、あの、少ないですから、いや、本当にね、狙い目。ここをね、回してるだけで、いや、マジで溜まります。以上、こんがりでした。じゃ 叽叽。<吉>